終わるんだね。やりますよ、さあ、昭和歌謡でお別れしたのね、ことでございまして、この後、アンコールがなくても僕らも泣きません。全然平気で歌われてるから、彼の後ろには慣れてるって感じですよね。前回のライブで全くアンコールがなかったのに勝手に歌い始めたんですよ。歌いたい時はそうだしね。予定にあったからね。予定にあった、予定にあった、一応予定にあるんですよ。あとはもうお客さんしないってことですね。泣きはしませんけどもね。予定にあるんだから多分そんな受け止める気もしますけどね。それはアンコールとして成立してんのか。なんか本気アンコールの嬉しさがなくなるよね。まあその家が使って、なんかその裁判に喧嘩を売るようなそういう意味じゃない。今日は本当に雪だるまの日でありがとうございました。また会う日まで。お母さんでいい。なる。どっかから出てきた。心は何かを話すだろう。二人でドアを閉めて、二人で名前消して、その時心は